知床旅情や100万本のバラで知られる歌手の加藤時子さん。意外な結婚や辛い病気などを経験していたようです。現在は何をしているのでしょうか経歴とともに見ていきましょう。加藤時子さんのプロフィール。本名、藤本時子。青年月日。1943年12月27日。出身地。 満州国、春ン市。身長、155センチ。血液型、大型。学歴、東京大学文学部。所属事務所、時子プランニング。経歴、加藤時子さんは、父親が南満州鉄道に勤めていたため、満州で誕生しています。満州から帰国後。 幼少期は京都で育ちました。都立の駒場高校に進学後、東大を目指したいと考えた加藤さんですが、父親に女は東大に行くなと反対されてしまいます。また、教師にも東大合格は無理だと言われたことで、逆に受験勉強に奮闘し、見事東京大学に合格します。負けず嫌いで頑張り屋さんという印象の加藤さん。 22歳の1965年、東京大学に在学中に日本アマチュアシャンソンコンクールで優勝します。このことがデビューのきっかけとなりました。翌年の1966年にシングル誰も誰も知らないで歌手デビューを果たします。当時、現役大学生の歌手は珍しく世間の注目を集めました。同年に赤い風船で 日本レコード大賞の新人賞を受賞しています。1971年には森重久也さんが作詞作曲した知床旅情をカバーしミリオンセラーを達成するとその年の NHK 紅白歌合戦に初出場を果たしました。また1978年に中島みゆきさんが作った楽曲この空を飛べたらも大ヒットを記録。さらに 1987年4月にリリースした100万本のバラも100万枚を超える大ヒットとなりました。この楽曲はもともとラトビア語の曲で様々な言語に翻訳され世界中で歌われていた楽曲です。その楽曲を加藤さんが日本語に翻訳したものでした。知床旅情とともに加藤さんの代表曲となっていますね。歌手活動の傍ら、 環境保護の活動にも力を入れている加藤さん。1997年、世界自然保護基金の日本委員会評議員に就任したり、2000年には国連環境計画親善大使を務めるなど、精力的に活動されています。極中結婚。そして、加藤さんは29歳の時に結婚します。お相手は藤本敏夫さんで、 結婚当時、政治的運動を行ったことから逮捕されています。実刑を言い渡されていて、加藤さんとは服役中の結婚でした。藤本さんと加藤さんは1968年に学生運動の関係で出会います。周りは運動家である藤本さんとの交際に反対しましたが、加藤さんの母親と当時の所属事務所の社長は交際を後押ししてくれていたそうです。 加藤さんが作曲した一人寝の子守唄は、服役して離れている藤本さんのことを思い作られた楽曲です。藤本さんは出所後には有機農業の普及や環境活動に打ち込むことになります。そして千葉県の鴨川市に農園、鴨川自然王国を作りました。その頃には娘が3人生まれており、家族5人で農園がある鴨川市に移住する予定でした。 しかし、加藤さんは、鴨川での子育てと歌手としての仕事の両立は困難だと判断し、藤本さんだけ鴨川に移り住み、別居することになるのです。別居しつつも、ちょうどいい距離で、夫婦関係は良好だったと加藤さんは語っています。しかし、2002年にわずか58歳で、藤本さんは肝臓癌で亡くなってしまいます。藤本さんが亡くなった後、 加藤さんは歌うことができなくなってしまいました。亡くなって3年後に藤本さんへの思いをアルバムに込めてリリースした際、やっと夫との別れから立ち直れて歌えるようになったと明かしています。父親の思いを受け継いだ娘。加藤さんは結婚当時、長女を妊娠しており、1972年に出産しました。1975年には次女、 5年後には三女を出産しています。長女と三女は一般人ですが、次女は八重の名前で歌手活動をしています。八重さんは20歳の時に音楽劇、コルチャック先生に出演し、芸能界デビューを果たしました。翌年には歌手活動も始めています。代表曲、名も知らぬ花のようには、母の加藤さんが作詞、八重さんが作曲を担当し、 親子で共同制作をした曲で、ドラマの挿入歌に抜擢されました。八重さんは歌手活動を続けながら、父親の藤本さんが設立した鴨川自然王国での農業普及活動にも積極的に携わり、反応反歌手として活動しています。現在、鴨川自然王国の代表理事は八重さんの夫が務めています。病気を告白した理由とは 加藤さんは2018年に自身が MC を務めるラジオ番組でかつて乳がんを患っていたことを明かしました。1991年に左胸の一部と腫瘍を摘出する手術を受けたそうです。自身が癌であることは所属事務所と家族だけにしか打ち明けていませんでした。なぜ今になって打ち明けたのかというとピンクリボン活動の一環で癌の早期発見を啓発するためです。 また、癌であることを周りに打ち明けやすい世の中になってほしいという思いから公表したそうです。紅の豚、主題歌の知られざる日は加藤さんは1992年に公開されたスタジオジブリのアニメ映画、紅の豚に声優として出演しました。さらに、主題歌のラんぼの実る頃とエンディング曲である時には昔の話を担当しました。 サクランボの実る頃はパリコミューンの崩壊後の悲劇をテーマとしたシャンソンの代表曲で、加藤さんは原曲のままのフランス語で歌っています。加藤さんが初めてその歌を歌い録音した時、まだフランス語の歌詞を完全に覚えきれておらず、しっかり歌いこなせていなかったそうです。合わせるピアノも加藤さんのマネージャーがおぼつかなく弾いているような状態でした。 そんな中途半端な録音だったにもかかわらず、録音に立ち会っていた宮崎駿監督は、一番初めに録音した音を主題歌にすると決めました。そんな宮崎監督の決断に、加藤さんはとても驚きましたが、試写会を見ると映画にマッチしていて、しっくり来ていることに感心したと語っています。現在は加藤さんは現在、 夫の藤本さんが生前力を入れていた鴨川の鴨川自然王国の活動を引き継ぎ、多種の有機野菜を栽培し、農業の普及に努めています。また、ロシア料理を提供するスンガリという飲食店を経営し、現在、新宿東口本店と新宿西口本店の2店舗を展開しています。このお店は加藤さんの両親が始めた飲食店で、 両親が満州にいた時に、ロシア人と交流があり、ロシア料理を教わっていた関係で始めたものでした。加藤さん一家が日本に帰国した後も、ロシアに対する懐かしい思いや、日本に住むロシア人に仕事を提供したいという思いがあったようです。その思いを組んだ加藤さんが、現在も続けてオーナーを務めています。歌手としての活動も精力的に続けており、 コンサートも定期的に行っている加藤さん。フジロックフェスティバルにたびたび出演し、様々なジャンルの楽曲にも挑戦しています。東京大学出身の最色兼備として知られる加藤時子さん。歌手以外にも両親や夫の意思を尊重し、その思いを受け継ぎ、様々な活動をしているのは本当に素晴らしいですね。これからも歌手としてはもちろん、 多岐にわたる活躍を期待しています。あなたはどう思いましたでしょうかこれからも様々な活動を通していい音楽を作ってほしいと思った方は高評価をお願いします。またこの件に関してコメント欄で皆さんで一緒に話し合いましょう。チャンネル登録していただいたらニュースの裏側をいち早くお届けします。最後までご視聴いただきありがとうございました。